港文国際学園中等部、高等部は神奈川県横浜市戸塚区にある私立学校。全国私立寮生学校協議会加盟、参加校。港文教育研究会の創立者である港文校が創立した。運営者は学校法人港文学園である。完全中高一貫校で高校からの募集は原則行っていない。自由と自立を尊ぶ校風を特徴としており、制服はなく、いわゆる校則というものもないが、代わりに生徒憲章が存在する。また、公明の通り国際社会で活躍できる人材の育成が一つの柱となっており、帰国子女生徒の受け入れにも積極的である。寮が併設されており、全国各地から集まる学生が生活しているほか、新入生寮体験プログラムと称し、中1の4月から7月、9月から12月のどちらか4ヶ月間、新入生は原則全員入寮する。2017年より任意参加になり、現在は通学生のうち3割程度が入寮している。入試は、160のうち110名を国語算数、国語数学、国語英語にて募集する。残りの50名は、国語、算数、理科、社会の4教科による試験で選抜される。2009年には、ルービックキューブ世界大会優勝者を出した。2009年度ジャパンジュニアで、ビーチバレーボール部が全国優勝した。2016年、第14回日本ジュニア数学オリンピックで、同賞入賞、2017年には、第29回アジア太平洋数学オリンピックで、日本代表として優秀賞、第27回日本数学オリンピックでも優秀賞を受賞した。2019年、数学甲子園2019、第12回全国数学選手権大会で、数学部が5位入賞。2019年1月に、2019年度以降この、行事を廃止することが通知された。ふれあいキャンプ、日本文化体験同好会と部活動の違いは、人数及び実績であるが、同好会よりも部員が少ない部も存在する。敷地内には、校舎、メディアセンター、図書館、グラウンド、ホール、アリーナ、室内プール、武道場、トレーニングルーム、部室棟、テニスコート、ビーチバレーコート、食堂、男子寮、女子寮がある。校舎は地下4階、地上1階建てのイエローゾーン。2008年5月に新たな施設として、公文武志記念講堂と普通教室を備えた地上1階、地下6階建てのグリーンゾーン、そして地上3階建てのブルーゾーンと3つある。校舎は階段上を下、地下部分のイエローゾーンを、主に中学1年から2年が、新設のグリーンゾーンを、中学3年高校1年が地上部分のブルーゾーンを主に高校2年から3年が使用する。作詞は大津明、作曲は三枝重明。この校歌は歌詞の中に一度も港文国際学園の校名が使われていない特徴的な校歌である。JR 東海道線、横須賀線、根岸線、湘南モノレール大船駅よりバス約8分。一部の時間帯において、学生の通学用に、西口バス停4番乗り場より、スクールバスが運行されている。ありがとうございます。